好きありがとうでおなじみスーパーパントマイム伝道師シスターひろみです。さあ今日もありがとうストレッチいってみましょう。おー入ってる。おーさあということでご覧いただきます。さあ音量をねちょっと下げていきます。はい、ということでありがとうストレッチはですね、愛してる大好きありがとうの言葉を使っていきます。この言葉をね世界中に響かせることでいろんなことがねもう本当に平和になりますよ。自分のことも愛してる、人のことも愛してる、すべてを愛してるということでね、いきましょう。はい、よろしいでしょうか。ご準備よろしいでしょうか。はい、ではこちらに置いていきます。まあいろんなことはですね本当にいいです。いいですね。いいですか。いいですよ。でいいですのポーズもねいつでもやっていってください。もうできてますでしょうか。いつものいいですのポーズね。いいです。朝からとってもいいです。できてますね。はい、ありがとうございます。さあご参加ありがとうございます。では今日もおはようございます。はい、花さんおはようございます。ありがとうございます。さあではですね、ビフォーアフターいつものようにチェックしていきましょう。ビフォーアフターが継続につながるモチベーションになりますよ。これ重要。はい、では長座ポジション、足を前に伸ばしたら、まあ、大体長座が、ね、できるスペースを確保していただいてやってください。はい、両方の手を前に出します。はい、前です。はい、そうするとですね今は手の位置がこのシスターもね土まずさんの上側に来ております。背中の位置もこんな感じ、ちょっと高いです。これがストレッチするとね前にダランと落ちてきますので、その変化をご自分で知る。はい、ではお膝の裏の隙間もチェックしてください。ここね、もう手のひら1枚分浮いてたりとかしますので、それがまた変化していきます。あと、ももの張り具合もね、ちょっと見ておいてください。ちょっとなんか丸っこいな。ももが丸っこいと伸びてないってことです。楕円形にダラーって、つきたてのお餅みたいにダラーってなってくると伸びたなって感じ。その変化も感じてください。はい、では早速いきますが、左足さんの上に右足さんを乗っけて、指をぐっと離します。愛してる大好きありがとうを2回言うと、8カウント、これを1セットにしていきます。はい、では声出していきましょう。笑顔で、笑顔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 も重要。笑顔になると呼吸ができますからね、それも知ってください。はい、ではいきましょう。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好き縦に動かしてね、愛してる大好き隣、愛してる大好き、ボディも動かす感じ、愛してる大好きお隣、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、では手の指と足の指をぐさっと握手して、足の甲の上側をお持ちいただいてねじります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね。はい、では今度足のちょっと下、土踏まずの下側をつかむ感じでねじります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。では今度くるぶしさんをつかむ感じで足を振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きボディもね、上下愛してる大好きボディごとちょっと盛大にありがとう。ではこれを大きく回します。肘もボディも回す感じ。これちょっとお膝を立ててやってもいいです。せーの、愛してる大好き、笑顔で大きくね。ほも、愛してる大好きありがとう。反対回し、愛してる大好き、肘を大きく回して、愛してる大好き。ナイス。はい、では手を離します。足首振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。足だけ振り、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう。継続は力なり。はい、ではふくらはぎさんを下に置きます。右足さんのふくらはぎさんが床にぐっとつくような感じで、ふくらはぎさんをぐいぐいほぐして、体重乗っけてほぐしていきます。せーの、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好きナイス。はい、ではお膝さんのちょっと上の結界さんというところ、ちょっと膝のちょっと上にちょっと内側ね、ここに手を当てて体重乗っけて、せーの、愛してる大好きありがとう、
愛してる、大好き、笑顔でね、ももの内側さん全部愛してる、大好き、体重、上半身も使ってますよ、はい、愛してる、大好き、笑顔でね、はい、ではこの膝さんをひっくり返します。右足さんのふくらはぎ外側さんを出します。はい、左足さんは前です。ここで外側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、ナイス。はい、ではお膝さん、右足さんを立てます。左足を楽な位置に置いて、ではふくらはぎさんのですね、下側ですね、下側を親指押していきます。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、膝のちょっと下です。膝下をグイグイやります。グーでグー、グリグリやってください。膝下グリグリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、グリグリ、愛してる、大好き、膝のちょっと上、膝上グリグリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。膝周りグリグリ、せーの、愛してる、大好き、あの尖ったところで、愛してる、大好き、あの人差し指さんの尖ったところでやっております。膝周りね。はい、今日はこの足を伸ばします。ももの上です。ももの上をパーでもグーでも肘でもいいです。でもも上グイグイ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、あの日によってね、張り具合が違いますよ。ナイスです。はい、ではつま先を膝さんを内側にします。そしたらももの横さんをほぐします。今と同じ、せーの、愛してる、大好きね、張り具合が違いますね。ワンモア、愛してる、大好き、ワンモアセット、はい、愛してる、大好き、ありがとう張り具合が違いますね、はい、いいです。ここね、結構ほぐしたいから2セットやりました。はい、ではこの、左下のくるぶしさんを今のもも横さんに当てます。でちょっとしか動かない方もいらっしゃるかもしれないけど、これをね、なるべくこう股関節の方までこう、ほぐせる、股関節の方まで大きくね、いけるようにしていきます。くるぶししごき、つま先を膝内側ですよ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、せらに、愛してる、大好き、ワンマーセット、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、いいです。はい、ではこの足さんを置きます。でこの足さんを立てます。ももの後ろ側さんです。ぐさっと刺してぐいぐい、せーの、愛してる、もも裏ゆさゆさ、はい、愛してる、大好き、ありがとう、はい、ももの内側ゆさゆさ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、はい、ももの外側さんをゆさゆさします。もも外ゆさゆさ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、はい、ナイス。ではですね、膝下さんに手を当てて、膝裏をグイ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 ほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では膝下ブラブラ、背筋を伸ばしたら膝下力みを抜いてブラブラさせます。今、膝の下にグッと手を当てております。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。そしたら手をですね、ちょっと下に下げます。手の位置をちょっと下、2センチ、5センチ、はい、せーの、愛してる、2センチぐらい、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、また2センチちょっと下げます。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではこのお膝さんを後ろ、マーメイド座りさんが出てきます。ここで横座りさんですね。背筋を伸ばして、これ、はい、右足さんが前に、左足さんが後ろのマーメイド座りさんに今なっております。背筋を伸ばします。頭が切れてますね、このちょっと待って、頭が切る、ちょっとだけ、はい、いいです。はい、では、マーメイド座りさんになりました。後ろのつま先さんを伸ばしていただいて、置いていいです。では右足さんの右腰さんに手を当てて、腰骨さん、そこをスルッと落としたところをグイグイほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、ここよくほぐして、愛してる、大好き、もうちょっとお尻さん側に、愛してる、大好き、ちょっと後ろ側に、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。
はい、では背筋を伸ばします。骨盤転がし、左手の前のお膝だね、前のお膝の外に手を置きます。で、後ろ足のお尻さんに手を当てて骨盤を転がす感じに、右の腰骨さんをですね、前足の膝、左足さんの膝の方に持ってくる。で、前に行った時は背筋をぐっと伸ばして、ちょっと反る感じ、背中が反る感じで、おへそが床向き。はい、後ろに行った時はおへそさんを丸めて、ボディが丸まる感じ、おへそが天井側。はい、では行きましょう。後ろからせーの、愛してる、大好き、ありがとう。骨盤転がし、盛大に、はい、愛してる、大好き、ありが、笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス。で、これね、2セットやったね、ここ2セット。はい、では背筋を伸ばします。左手さんを左の腰の横に置いて、背筋を伸ばしたら右手さん腰持って、肘、肩ね、これをグイグイねじります。背筋を伸ばして、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンマンセット。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。いいです。さあ、ここまでバッチリ、笑顔でいいですマークをお願いします。これストレッチの最後にこれ入るセット、セットです。はい、OK。 では右足終了。はい、では足を伸ばして、右足はなんかね、もうシスターのかかとの位置がもうね、伸びてるんですよ。こう差があるの分かるかな。右足の方がかかとが2センチ、3センチぐらい伸びてる。うん。はい。で、お膝さんが下に行っております。膝の隙間も違う。はい。右手、どうぞ、つま先。ほら、こんだけ行きました。ボディが下にダランとなってきましたよ。左足さんは、まだだから、背中の位置がちょっと高いです。これ、左足さんと右足さん。ねえ、全然違うね。はい。では、ちょっと休憩、水分取ってください。水分取ってデトックス。はい、ご自分のボディの変化何かあったらね、お書きいただければと思います。はい、私水分取らさせていただきます。水分、シスターがいつも飲んでいるのは左右さんです。左右さんが一番いいね。一番っていうか、まあ、いろんなお飲むのはとってもいいけど、朝起きた時はやっぱり左右さんを一度お飲みいただいて、そして寝る前も左右さんをね、コップ一杯お飲みになるっていうのが一番で、まあシスターは一番いいと思っております。お洋服と同化してたね、ここ。ほぼ一緒。はい、左右さんお飲みいた、あ、いや、お水分さんをお取りいただくと、デトックス、よろしくないものがね、あのリンパが動きます。ストレッチするとリンパが動きますので、よろしくないものをお出しになることができます。で、そのお出しになるためにも、まず水分をお取りいただいて、で、ストレッチ終わったら、まあ、しかるべきところにお行きいただいてお出しください。はい、あとですね、継続、ストレッチはね、継続が重要でございます。継続するためにビフォーアフターをチェックするんだけど、で、継続のコツといたしましては、何しろ記録する。記録ですよ。カレンダーに丸をつけてもいいし、手帳にね、カウントを書いていってもいいです。このカウントが増えていくことがね、どんだけモチベーションをアップするかっていう、あ、もうこんなにや続けてるんだ私みたいな、そうするとまた続けようみたいな、続けてるのを止めたくないわみたいな、あの、これラジオ体操さんにハンコをいただくじゃないですか。あの感じ、自分で自分の手帳にハンコを押す。シスターやってますよ。はい、これぜひ継続するためのコツでございますのでね、ぜひやってみてください。いいですか？いいです。はい、ありがとうございます。いいですのお返事、ありがとうございます。はい、では左足さん行ってみよう。はい、ではですね、左足さん、右足を伸ばして左足さんを乗っけます。指を横に開いて縦に大きく振ります。ありがとう、大好き、愛してる、大好き、ありがとうの言葉をね、使っていきましょう。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣、愛してる、大好き、ありがとう。記録が重要、ありがとう。はい、隣、せーの、愛してる、大好き、いいこと言った、ありがとう。愛してる、大好き、お隣、愛してる、大好き、いや、本当記録のみ、愛してる、大好き、ありがとう。私、本当ね、いろんなことを記録して、習慣をいっぱいつけてますよ。いろんな習慣、山盛り、てんこ盛り。
人生のね、一日の半分は習慣で終わるってね、言われております。はい、では指をぐさった。では習慣が人生を作っていく。あ、またいいこと言っちゃった。では、右手さん、足の甲、指先、人生は習慣の決まり、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。習慣をうまく使いましょうってことです。ありがとう。はい、では足の甲のちょっと下、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔の習慣、重要だもんね。はい、くるぶし持って、足先振り、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ありがとう。はい、ではくるぶしさん、あ、足先屋さん、大きく回します。膝を上げてもいいです。愛してる、ボディごと、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、反対回し、はい、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では指をさっと取ります。足振り、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう。足だけ振り、さあ、シスト、今日だいぶボディさんも戻ってきましたのでいけると思います。背筋を伸ばして両手両足振りね。はい、ボディ倒します。両足を上げます。いや、でもね、無理はしませんよ。背筋を伸ばしたら両手両足で盛大に振って、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。ちょっとさせて、愛してる、大好き、ありがとう。ワンマンセット、愛してる、大好き、ありがとう。大きく、愛してる、大好き、チョキン、キープ。はいはい、皆さんはできてるかな。たらー、はい、いいです、ナイス、バッチリ。はい、食べた脇腹さん、え、左の脇腹さんはちょっとお化粧しております。もうじき、もう1週間だからね、もうじき治ると思います。はい、左足さんをふくらはぎに、ふくらはぎさんを地面に置きました。体重かけてキュウリの塩もみ、せーの、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、愛してる、大好き、ナイス。はい、では膝のちょっと上、けかいさん、せーの、愛してる、大好き、ありが、笑顔でね。愛してる、大好き、はい、内もも全部、愛してる、大好き、ありがとう。体重かけて、重さの使いどころ、ありがとう。ご自分の重さの使いどころ。はい、ではこの膝さんを反対側にひっくり返して、左足さんのふくらはぎさんの外側、あ、こう外側、はい、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、自重のストレッチってね、ご自分の重さでやるストレッチが一番楽ちん、楽ちんだし、脱力しながらね、力をかけるってやつ。はい、ふくらはぎ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、膝のちょっと下ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。膝周り、お皿の周りゴリゴリ、これとんがったところでお願いします。このこのとんがったところね。はい、それの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では膝さん伸ばして、もも上グイグイ、肘でも手でもグーでもいいです。せーの、愛してる、大好き、盛大に、愛してる、大好き、ボディも揺すってく感じ。つま先を膝、内側、ももの横です。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。いいです、愛してる、大好き、ありがとう、ナイス。はい、では左、右足のくるぶしさんを左のももの上にの、もも横さんに乗っけます。つま先内側に入っておりますよ。つま先内側、膝を内側にすれば、もも横さんが今出ております。そこに当てて、しごきます。くるぶししごき、せーの、愛してる、大好き、痛い痛い痛くてもいいです、ありが、愛してる、大好き、痛くても笑顔で、ね、愛してる、大好き、ナイス、いいです。はい、ではそれを置いていただいて、お膝さんを立てます。ももの裏さんをグイグッと指入れて揺すります。 もも裏ゆさゆさ、そういうの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね、ナイス。もも内側がっつり掴んで、もも内ゆさ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 、そういうの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、もも外ゆさゆさ、外がっつり持って、そういうの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ではこの足さんを
膝さん、膝裏グイグイ、膝裏グイグイ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、はい、膝先さんを持ってですね、膝下ブラブラ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ちょっとずらして、2センチ下にずらす、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ちょっとずらして、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではこの足さんを後ろに置きます。右足さんは前、左足さんは後ろ、マーメイド座りになっておりますよ。マーメイドは、人魚、人魚さんですね。はい、では背筋を伸ばして左腰に手を当てて、ぐっと体重かけたらゆさゆさ動かします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、もうちょい、愛してる、大好き、お尻の横さん、はい、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では背筋を伸ばします。はい、では左手さん、骨盤転がしいきましょう。左手さん、あ、右手さんを右のお膝の横、はい、左手さんはお尻ぺた、はい、この腰骨、左の腰骨を右もお膝の方に持ってきて、ちょっと反る、背中を反る、はい、後ろに行った時は背中を丸める。これでおへそは天井側、はい、前に行った時はおへそが床側になるように、骨盤も大きく転がす。これ結構重要。後ろからせーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、ワンセット、愛してる、大好き、ここね、背筋がよく動きます。大好き、ありがとう、背筋がね、よく動くと、あの骨盤をね、支えてる背筋さんが緩んできますので、そうすると骨盤の位置がね、整ってきますので、骨盤転がし結構重要。はい、では背筋を伸ばします。今度骨盤ねじ、右手さんを右の腰の横、左手さんは腰、左腰、腰と肘と肩を大きく回す。背筋はまっすぐ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、だいぶいいです、愛好き、ありがとう、ワンマンセット、愛してる、もうちょっと愛してるし、皆さん盛大に、シスター、ちょっと腹斜筋さんがね、ちょっと負傷中でございます。はい、こんな感じ。はい、では両足できました。いいですか？いいです、いいですのポーズ最後お願いします。はい、ありがとうございます。では足を解放していいですのポーズもいきましょう。これを持って、せーの、ちょっと上げて、いいです、できてる、はい、いいです。これで、はい、では両足、あ、ごめん、ちょっと両足骨盤転がしだった、失礼しました。はい、では、マットを畳んでいただいて、座骨さんを当ててください。これが終わって全部終了ですね。背筋を伸ばして両足を、肩幅さんぐらいに開きます。背筋を伸ばします。で、骨盤をこれも転がしますので、後ろになった時はボディが C の字、おへそが天井向き。背筋を伸ばして前に行った時はちょっと反る感じね、おへそが床向きでございます。はい、では背筋を伸ばして後ろから、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、だいぶいいですよ、愛してる、私のボディがありがとう、皆さんのボディも愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス。はい、では今度こそ最後、クイックバージョン、頭の位置はあまり変えずに骨盤だけ転がしております。盛大にどうぞ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、ワンマセット、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、いいです。さあ、ということで最後のいいですポーズいきましょう。いけますか、よいしょ、足が上がるかな、いいです、伸びしろたっぷりの、ちょっと伸びしろたっぷりの、皆さんいきましょう、伸びしろたっぷり、見えるかな、はい、ありがとうございます。さあ、ということで無事、いいですが、いいですじゃなくて、ありがとうストレッチ終了、頑張った自分とみんなに拍手、いいです。はい、ではチェックタイムです。両足をお伸ばしいただいて、今やった左足さんですね、左足さんがどんな感じかをチェックします。はい、左手上げて、左、あー、そうと、ほら、だいぶ落ちました。そして土踏まずさんのところまで指が来ました。はい、右手さんどうでしょう、ね、途中でご参加なさる方もぜひご自分のボディを最初チェックしてから参加してください。はい、では膝裏、まあこれね、映像残って
ってますから、最初からぜひやっていただくのがいいと思います。はい、膝裏さんの隙間どうでしょう。私の隙間さん減りましたし、ももがちょっと横長ベロンっていう感じになりました。成功。はい、ありがとうございます。成功しなくてもね、別にあのクオリティはね、最初は求めませんよ。習うより慣れろ。いいね、習うより慣れろ。慣れていくうちにだんだんできてきますので大丈夫です。はい、ということで、シスターの小口さん、イエーイ。はい、皆さんのボディの変化いかがでしたでしょうか。言っていただいてもいいです。あ、花さんの昨日の時にももが痛い。いや、そうなんだ。はい、そうそう、記録ね、ぜひ記録してください。記録がですね、モチベーションにつながります。あの、本当自分にハンコを押すってね、重要です。まあ、なんなら私が本当は押してあげたいぐらいですけれども、押してられない場合は私、あの、ご自分で押してみてください。 OK のハンコ、よく大変よくできましたみたいなハンコをね、買ってくるんですよ。あの、売ってますから、それをね、押す。はい、では音版プラス2、こちら3月、2月20日日曜日に開催した音版オンラインパントマイムプラス2ということで、これ、リアルでもやりました。で、オンラインで見れます。で、これがですね、もう間もなく終了になりますよ。3月6日の17時までやってます。シスターの QR コードございます。 QR コードさんからお入りいただいて、感激三昧ライブさんというところでやってますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、そしてですね、チケットは、出演者はこんな感じ。まあ、人気者お揃いですよ。はい、そしてですね、シスターの、ビデオ上映会、シスターひろみのこちら、ひろみの日の字というビデオ上映会がございます。これシスターがですね、修行して、パントマイムの修行をしていた頃の、若かりし頃のシスターが出てくる出てくる公演です。今も若いけど、当時の若かりし状態のシスターがパントマイムをソロで初めてやった時の公演ですよ。怖いではこれ、いや、楽しい、面白いですよ。可愛いって自分でもう先に言ってきますけど、超可愛いですよ。はい、3月26日土曜日、2時と、6時。はい、こちら QR コード、こちらもございます。この QR コードでね、あの、画面越しにポチってやっていただくとお申し込みができますので、ぜひ見にいらしてください。楽しいビデオ、ちょっとビデオ上映会、ちょっと初の試みなんだけど、ちょっと楽しみにしてます。あの、映像を見ながらトークとかも入ってますので、そちらも楽しみに。あと、私が学んだですね、並木孝夫先生っていう偉大な先生がいらっしゃって、もうね、だいぶ前にお亡くなりになってるんですが、その方の、その先生のですね、まあ、貴重な映像もちらっとね、お見せしようという素晴らしい企画、ね、楽しみにしておいてください。はい、ということで、無事今日もありがとうストレッチ、ありがとうございました。ご参加ありがとうございました。では、今日もね、すっぱらしい一日をお過ごしください。あの、すっぱらしいフライデーいいですね。おあやさん、いらっしゃいません。習うより慣れろ、バイシスター。そうなんです、習うより慣れろ。あのね、クオリティを求めちゃうとね、進まないんですよ。あの、やり出せないって感じ。やり出せないことよりも、やっちゃってから改善していくそういう方式、見切り発車大歓迎見切り発車ライフ、見切り発車人生を私送っております。でも、それでね、あの、いろいろ、あの、経験を積むことで、回数を生んで、積むことを経験していくことで改善していくからね、いい方向に。もうね、本当はまずやっちゃった方がいいと思います、私的には。はい、では、並ぶようになれれば、はい、ありがとうございます。ということで、今日もね、無事終了いたしました。膝がつきましたね、よかったです。はい、では、今度、明日土曜日もまたございます。で、来週も火水木金までやります。今週土日火水木金、月曜だけお休みになってますが、ぜひ参加してください。今日も本当にありがとうございます。皆さん、とってもいいです。はい、ごきげんよう。 Have a nice day. チャオ、バイバイ。